LINER 水星とは、2010年に発見された太陽系小天体である。を持つため水星に分類されたが、水星ではなく、小惑星同士が衝突した後であるとする論文も提出されている。小惑星体の中の軌道を周回している。水星の頭部。核は、コマの外側に位置している。P-2010A には、2010年1月に、 リンカーン地球近傍小惑星探査計画によって発見された。観測には CCD カメラを備えた1メートル反射望遠鏡が使用された。2010年1月の時点では観測期間は8日に止まっており、軌道は詳しくわかっていない。ただし2009年12月頃に近日点を通過したとみられている。発見当初、この彗星は惜しか観測できず、 明るい核やコマの存在を確認できなかったが、ハップル宇宙望遠鏡による観測で、通常の彗星より小さな核と X 字状の明るい部分が見つかった。このような天体は、得意な存在で、その性質を説明するために小惑星同士の衝突や核の分裂、消失などの仮説が立てられている。2010年4月頃には、X 字の核は、崩れ、 それに伴い、おも小さくなっていった。また2010年10月には、これは、水星ではなく、小惑星同士が、約時速1万7 7 0 0トルで衝突し、その破片が、X 字に広がったものであるとの論文が、学術雑誌ネイチャーに掲載された。同月には、ロゼッタの画像分析の結果として、衝突は2009年2月10日頃に起こったという、研究結果が、 餌から発表された。この研究結果からは P2010A2 の本体は120メートルで衝突した物体は数メートルと見積もられている。ありがとうございます。